はい、トマです。こんばんは。本日ついにドリコレから曽我くんとあとは井川くんですね。曽我と井川、まあ、この2人が投入された、まあ、新日本代表ユニフォームということで投入されてきましたと。でしかもね、曽我くんに関して言うと、まあ、新キャラであって、しかも即のディフェンダーということで、もうあの即パからしたらですね、非常にディフェンダーが渋滞状態になってるわけですけれども、まあ、ただ、まあ、ちょっとね見ていきたいんですけど、非常に強力なキャラクターなんじゃないかなと思われます。参考にしていただけましたら、ね、いいねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは早速数字見ていきましょう。まずは技ですね、グラップルタックルですかね、グラップルタックル、あとは豪傑パスカットって読むんですかね、ちょっと漢字が弱いんであれなんですけど、まあ、S 技で、タックルとパスカットがついてますと。でその後にハイパワーブロックの A で力強いパスという形ですね。まあ、なのでブロックに関しては A 技しかないということなんでしょうかね。はい、特技に関しては火事場の一撃の S で、スタミナが少ないほど必殺技威力アップ最大 40% ということで非常に強力ですね。まあ、ちょっとチムスキとか期待してた方に関してはちょっと残念ですけども、日本の 15%っていう形になってます。まあ、ただ、まあ、潜在スキルですね、この潜在スキルが何と言ってもなんかすごいことになってまして、まず絆ダブル絆なんですけど、絆がまず一つ目が、即属性の海外選手が3人以上いると味方の自動パスカット時 15% の確率で必殺技が発動するという絆、そういう絆なんですね。まあ、なので、まあ、例えばロベルト、オワイラン、まあ、あと一人誰か、まあ、例えばあの、まあ、この下に絆とブラジル選手とか出てくるんで、まあ、例えば即 のフェスのナトレーザーとかを入れると、まあ、この絆が発動して、まあ、全員自動パスカットが 55% でつくと、まあ、伊沢くんのちょっと弱い版みたいな感じですけどつくっていうことで、これすごい絆ですよね。でしかもブラジル選手がちょうど2人、まあ、例えばロベルトとナトレーザとか、まあ、そんな感じでぶち込んであげると、あの全員のパラメータがなんと 4% 上がると。でもう、まあ、それを満たすように入れると、まあ、オワイラン、ロベルト、オワイラン、ロベルト、ナトレーザっていうのは多分この3人になると思うんですけど、まあ、この辺を入れるだけで、まあ、この 4% バフとロベルト 4% でさらにオワイランの 3% みたいな感じで、まあ、凄まじい、バフになるという形ですね。まあ、この辺は非常に強力な絆なんじゃないかなと思われます。で次がリカバーで行動不能時間 80% 短縮と。で根性、火事場と非常に相性がいいですね。根性がスタミナ1以上あれば必殺技が発動できると。であとはシュートキラーの高浮きのシュートに対してパラメーター 30% という形になっております。条件としましてはフィジカル 10% フォメですね。で、チムスキ 45% で、見ていきたいなと思います。まあ、よりね実戦に近い、まあ、今実戦って言っても 60% チムスキとかが結構デフォルトにはなりつつあるんですけれども、まあ、これ多分 60% にぶち込んだらすごい数字出てくると思います。まあ、一応 45% と 60% この2パターンでね、あのチェックしてみたいなと思います。煙突に関してはスタミナ1182ですね、結構高いです。で煙突に関してはタックルとパスカット、まあ、一応 S 技がついてるところに入れたんですけれども、あのテクニックが異常に低いので、まあ、あのブロックの方にあの煙突振っていくとかっていうのも、まあ、選択肢としてはありかなといったような感じですね。では見ていきましょう。まあ、ちょっ と見えてないですけど大得意ですからねこいつは。一応井川と同じで高浮きが大得意です。はい、この左側の数字が、まあ、何も乗ってない状態ですね。もうスタミナマックスで高浮きのシュートも乗ってないと。でこの1個右に書いてあるのが高浮き 30% が乗った時ですねにどのぐらいになるかと。まあ実際あの高浮きに対してやれるのってブロックかパスカットぐらいなので、この辺の値しか、まあ、反映されないかなといったような感じですね。で、必殺技威力 40% アップしたのがこの右側に書かれてます。
でさらにそれに対して高浮きが乗った場合っていうのがここに入ってきますということで、まあ、非常に強力な値になると思われます。まあ、ディフェンダーなんでね、基本的にはタックル以降を見ていきたいと思います。まず何も乗らない状態でタックルとパスカット現突している時に、タックルが21,182でブロックが16,393、パスカットが16,219というとこなので、まあ衝撃とかに関してはまあそこまで捨てが出てこないかなと、まあ、今 45% ですねで見てます。で高浮きに対しては、まあ、衝撃に対してはブロックが21,000でパスカットが21,000というぐらいまで上がります。 30% アップですね。で火事場の一撃がまず全部乗りましたと。で高浮きじゃない状態っていう時に関して言うと、タックルが28,000、まあ、補正ですね、補正捨てとしては28,254でブロックが22,950でパスカットが22,706という感じになります。まあ23,000ぐらいの値が出てくると強い、まあ、ステータス、その 45% のチム好きでバフが 0% だった場合に、まあ、23,000超えてれば強いですよと。まあ、これパスカットブロックに関しては23,000近くまでいってるので、まあ、十分強いかなと。でタックルに関してもぶち抜いてますね。正直28,000なので、まあ、これ多分 60% チーム付きに入れたら3万相当 の、 タックル値出てくると思います。はい、でさらに、火事場が乗った状態で、高浮きのシュートキラー、これ両方発動した場合というのがここですね。ブロックパスカットの値になると思いますけど、ブロックに関しては29,000でパスカットも29,000ということなので、まあ全てが発動した状態においてはチム付き 45% だったとしても29,000相当 の、 まあ、値が出てるということになりますので、これ非常に強力です。もう 60% にしたくないぐらいですね。で、まあ、一応参考までに 60% 確認していきますけど、60% にこいつぶち込んだ場合は、普段からタックルが22,000、ブロック18,000、パスカット17,800で、高浮きキラーが乗っただけだと、23,000のブロック、パスカットも23,000のパスカットと。で火事場だけが乗った状態で言うと、まあ、タックルが31,000相当でブロックが25,200でパスカットが25,000と。で高浮きキラーと、火事場両方乗った場合で言うと、ブロックが32,000でパスカットも32,000という形になりますので、まあちょっとね A 技のブロックしかないので、その辺が懸念点ではあるんですけれども、まああとは高浮きに対してパスカットしていくかっていうところもあるんで、まあ実際ブロックですよね。まあこの、まあ、A 技のブロックで止まるかどうかっていうところはありますけど、捨てとしては非常に高い捨てになっておりますという感じですね。まあとにかく、まあ、絆のこの効果ですよね。この辺がまあ、非常に優秀なので、その辺が非常に気になるキャラクターかなとは思います。はい、新キャラの曽我くんですね。では次井川くん見ていきたいと思います。はい、こちら新井川くんですね。ついてるのがついに S パスカットがついてきました。弾丸パスカットですね。威力455なので非常に強めのパスカットになっております。でさらに S 技の弾丸ブロックもついてて、で A の弾丸タックルという感じですね。特技に関しては自動ブロック&パスカット強化の S、自動ブロック時自動パスカット時に 60% で、必殺技が発動するという形ですね。でチムスキが、日本 15% と、まあ、こちらもチムスキに関してはちょっと弱めという感じですけども、またこれまた潜在がすごいことになってまして、まず絆ですね。力属性の日本選手が3人以上いると味方のパスカット自動パスカット時 15% の確率で必殺技が発動すると、まあ、先ほどの曽我くんは海外の即属性でしたけど、今回は力属性の日本選手が3人以上いるとって言って、井川くんも含まれるんですかね。これは井川くんも力属性の日本選手だと思うんですけども、まあ、伊沢くんと組み合わせたらどうなっちゃうのかなとか、まあ、いろいろ想像が膨らみますよね。これに関して言うと、
まあ、15% のこれを発動させて、でさらに伊沢くんの 20% が発動して、35% とかになるんですかね。そうするとすごいですね。それでさらに例えばなんか松山とかそういう自動パスカット 5% とかっていうのが乗ってくるようなキャラクターを入れていくとどうなんですかね。チクチク入れてたら実は 50% ぐらいまで届いたりするんでしょうかね。そうすると全員が 50% の自動パスカット持ちみたいな感じになるとやばいですよね、これは。でさらにもう一個絆がありまして、アルゼンチン選手がちょうど2人いると全員のパラメータ 4% と、まあ、力の日本に投入するアルゼンチン選手っていうのは、まあ、一体誰になる、まあ、アルゼンチン選手って言ったらもうまあ、ディアスとパスカルとかっていう話になってくると思うんですけれども、まあ、その2人をちょうど2人入れると、全員のパラメータが 4% という形ですね。リカバーで、行動負の時間 80% 短縮、フォワードキラーフォワードに対してパラメータ 15% でシュートキラー高浮きで、高浮きのシュートに対してパラメータ 30% という形ですね。はい、フォメはフィジカル 10% のフォメですね。でチーム好きは 45% から見ていきます。スタミナは1145、原突まだ振ってなかったですね。原突に関してはブロックとパスカットに振っていきましょう。はい、というわけで、数字見ていきましょう。あ、こいつも、高浮きが大得意ですね。一番左に書いてあるのが何も特技、まあ、潜在スキルですかね。潜在スキルが乗らなかった時で、これがフォワードキラーが乗った時で、これはフォワードキラーかつ、高浮きのシュートキラーが乗った場合という形ですね。はい、見ていきますと、タックルが 14,791 でブロックが 18,875、パスカットは 21,916、まあ、何も乗らなかった場合はちょっと落ち着いた感じの捨てではありますというところですね。まあ、ただフォワードキラーの 15% が乗った場合においては、タックルが 17,000、ブロック 21,000 でパスカットが 25,000 ということになるので、まあ、パスカット 23,000 ぶち切ってますよね。まあ、なので非常に、強力な、パスカットの値になっているかなと思われます。でさらに、高浮きのシュートキラーとフォワードキラー、もうマーガスとかですかね、マーガスとかとマッチアップした場合に、ブロックの値ですね、2万7000まで出ます。チームスキー45で2万7000まで出ますの で、 でパスカットにおいては3万1000までいってますけど、まあ、どっちやるのがいいんですかね。さすがに読み勝った方がいいとは思うので2万7000で S ブロックしてった方がいいとは思うんですけども、はい、まあ、ブロック2万7000出るので非常に優秀かなと思います。まあ、一応ですね 60% もチェックしていきましょう。60% においては何も乗らなくてタックルが 16,000、 ブロック2万、パスカット 24,000 という形なので、まあ、60% にぶち込めばもうかなり強いですよね。 それだけで、で、フォワードキラー乗ると18,000のタックル、ブロックが 23,000、 パスカット27,700と、まあ、タックルというよりはもうパスカットだけで取れそうですけどね、ここまで来ると。で高浮きのシュートキラー、そして、フォワードキラー、まあ、両方乗った場合においてはブロックが3万、パスカットが3万5000という形になります。まあ、これ非常に強いですね。破格の、ステータスかなと思います。まあ、総合値もね非常に5万9000ぐらいまで行ってましたので、もう6万近いですね。フェス級、まあ、ドリコレ、昔のドリコレって5万ちょっとぐらいだったと思うんですけども、まあ、それが今6万に届かないぐらいという形になってますね。はい、まあ、非常に強いかなと思います。ではですね、まあ、このソガと伊川含めて、まあ、直近ではないんですけど、まあ、そのある程度のディフェンダーと比較させていただこうかなと思います。まあ、比較対象としましては一応ですね、トラノと、あとは最近出たこの間出たジェンティーレですね。であとは読み勝ちのローブソン、であとは昔の井川、まあ、この辺 と、まあ、今回の新キャラを比較していきたいなと思います。
まずスタミナですね、スタミナ順で並べてみましょう。スタミナ順で言うとトラム高いですね。トラムが高くて、まあこの比較してる選手の中で言うと曽我が次に来てて、で井川の前の井川が来てて、今回の井川が来てると。だから今回の井川の方が、まあ、前回の井川よりもスタミナはちょっと低めという感じですかね。でジェンティーレ来ててロブソンが来てるという形です。ではスタミナの次いきまして、まずタックルから見ていきましょうか。まあ、ただシュート高浮きなんで、タックルの値自体は反映されないという感じですね。ちょっと消しておきましょう。だまあそれを除外した形で見ていかないといけないということですね。はい、というわけで、まあ実質的には1万6000ですかね。カジバ 40% が全部乗った時の曽我くんのタックル値が一番高くて、16,948、まあ、その直近のもろもろの、選手たちを抑えて、ダントツの1位という感じですね。でこれに関しても、シュートキラー 30% のタックルっていうのは反映されないと。で次に来るのがクラブキラーと日本キラー、まあ、両方乗った時のトラム、これが1万5000ですね。で、読み勝ちプラスシュートキラーと、まあ、読み勝ちとシュートキラーでタックルが発動することはないですね。はい、これ飛ばしていきましょう。次に来るのが、まあ、この間タックルが非常に高い高いって言ってた、フォワードキラー乗った時のジェンティーレなんですけれども、まあ、それで 14,731 だったんですけど、まあ、それをはるかに超えたこの曽我くんのですね、曽我くんのタックル値 16,948、まあ、カジバが全部乗った時に限りますので、まあ、それ以降、それより手前に関しては、まあ、あのジェンティーレの方が使い勝手が良かったりはするのかもしれないという感じですね。はい、こちらの井川もシュートキラーは乗りませんので、タックルの値は除外していきたいなと思います。はい、その次に来るのがトラムのクラブキラー 25% が乗った時、これが 14,000 ですね。でロブソンの読み勝ちが乗った時の 30% 乗った時で、日本キラーだけ乗った時のトラムで、その次に来るのが曽我くんの何も乗らなかった時ですね。まあ、カジバがまだ発動しない時、だからその中間に関してはこの 12,000 から、まあ、先ほどの 16,000 後半の値の間を推移するという感じですね。はい、でまあ読み勝ちが乗った時の井川ですね。まあ、読み勝ちオアシュートキラーって書いてますけど、まあ、読み勝ちが乗った時 30% かかりますので、そのタックルの値は 12,000 で、それを特技が乗らなかった状態で超えてくるといったようなイメージでいいかなと思います。まあ、なので井川くんの読み勝ちが乗りましたっていうタックル値よりも、何も乗らなかった曽我くんの方が強いということですね。まあ、だから曽我くんが相当強い、タックルが強いんだろうなというのが想像できます。でまあ、その次に来るのがフォワードキラー乗らなかった時のジェンティーレ。で、フォワードキラーだけ乗った、井川、新井川ですね。新井川に関しては、なので、タックル値がそこまで、いろんなディフェンダーと比べて高くないっていうのがわかります。まあ、ただ、トラムの何も乗らなかった時よりはちょっとだけ高いって感じですかね。はい。で、ロブソンの何も乗らなかった時、リーガーは、リーガーはという感じですね。はい。はい、それではブロック、続きましてブロックの値を比較していきたいと思います。まずブロックに関して言うと、シュートキラー過去高浮きの 30%、 そしてカジバの一撃 40% が乗った、曽我くんが一番強くなってますね。まあ、なので、まあ、どのぐらい強いかっていうと、読み勝ちプラス、まあ、地上シュート、こちらの 60% が乗った時の井川くんのブロック値より高くなってますので、まあ、それがどれぐらい高いかっていうのは、まあ、なんとなく想像がつきやすいかなと思われます。まあ、ただ今 A 技のハイパーブロックしかついてないので、もしかしたらまあ今後ショップで取れる、まあ、すでに取れるようになっているのかもしれないですけど、ショップでまあ S 技のハイパーブロックとか、まあ、そういうのが出てくれば、まあ相当強いんじゃないかなと。まあ、そしたらもう煙突とかもブロックに振っといた方がいいでしょうね、そういう意味で言うと。はい、なので非常に強力なブロック値だというのが分かりますね。曽我くんがとにかく強いですね。でまあ、その次に来るのが井川で、まあ、高浮きのシュートキラープラス、読み勝ちが乗った場合と、まあ、そんな感じで続いていきますね。でクラブプラス、日本キラー 35% が乗った時のトラム、まあ、なのでこの辺のトラムとかも抑えて、
まあ、高浮のシュートキラー、まあ、高浮シュートキラーとカジバ両方が かみ合わされば曽我くん、まあ、曽我くんに関しては非常に高いという感じですね。はい、で次ですね、フォワードキラー 15% プラスシュートキラーの高浮 30%、まあ、こちらが乗った時の、新井川ですね、これがトラムの次に来ています。でカジバ 40% だけ乗った場合においては、ブロック値の総額に関してはこの辺の値になっていると、まあ、なので現実的に、発動してくるのはこの辺の値なのかなと思いますので、まあ、トラムよりはもうクラブと日本両方乗った時のトラムよりはちょっと低めの値というような感じですかね。まあ、地上シュートとかに対しては発動しないので、そういう意味だと、まあ、前回の井川、まあ、前の日本代表ユニフォームの井川とかの方が、まあ、地上でマッチアップした際に、地上シュートを封印というか、まあ、地上シュートを封じるというような意味合いではこっちの方が使いやすいのかなといったような感じはありますね。まあ、ただ最大の火力としては曽我君はすごい出ると、まあ、ドリコレっぽい感じですよね。その特定の条件下において非常に火力の出るというところでいうとドリコレっぽさはあるかなと思います。でクラブキラー 25% が乗った時だけのトラムよりも高いと、カジバ 40% の方が高いということですね。で読み勝ちまたはシュートキラー、まあ、これどっちかが乗った場合の井川くん、まあ、ブロックした時点で、まあ、両方乗るとは思うんですけども、まあまあ、どちらかが乗ると15131という感じですね。高浮だけが乗った場合の曽我くんがこの位置に来てます。で読み勝ちが乗った時のロブソンで、ジェンティーレ、フォワードキラーが乗った時のジェンティーレと、でトラム、日本キラーだけのトラムで、フォワードキラーだけの新井川といったような順番ですね。はい、まあ、非常に、まあ、特定の条件においては優秀かなと思われます。でパスカットですね、パスカットにおいてはフォワードキラープラス高浮シュートキラーが乗った時の、新井川ですね、こちらが一番高い数字になってます。まあ、ただ高浮シュートに対してパスカット使っていくかっていうところもあるので、まあ、ちょっと若干レアなパターンかなとは思います。でその次に来るのも、まあ、同じレアパターンですね。シュートキラーの高浮が発動した時の、まあ、曽我くんと、でその次に来るのがフォワードキラー 15% が発動した場合の新井川と、まあ、ロブソンの読み勝ち 30% が発動した時よりも、あのフォワードキラー乗った新井川の方がパスカットが高いですよといったようなところで、まあ、ディフェンダーの強さとしては非常に分かりやすい比較かなと思います。まあ、この読み勝ち 30% が成功した時のロブソンのパスカットよりも強いパスカットですよというふうに考えてもらえれば、まあ、非常に強いパスカッターなんだなということが分かるかなと思います。で次に来るのが、読み勝ちシュートキラー、まあ、両方発動した時の井川と、まあ、これ両方発動しないですね、パスカットにおいては。はい、でその次に来るのがクラブ、日本キラー 35% が発動した時のトラムと、で曽我で新井川と、まあ、今回の新井川がパスカット高いということが分かりますね。なしで何も乗らなかったとしてもクラブキラー 25% 乗った時のトラムのパスカットよりも高い13000って値が出てますね。まあ、なので現突していけばそれだけでも、まあ、21000とか22000とかっていう値になってくるということですね。でフォワードキラー乗った、ジェンティーレ、まあ、この前出たジェンティーレとかがこのぐらいにランクインしてくるよということですね。まあ、シュートキラーとかが、まあ、シュートキラー、まあ、発動するか、まあ、シュートキラー高浮 30% 乗った時の曽我くん、読み勝ちが乗った時の井川と、井川やっぱり読み勝ちが乗ったとしてもパスカットに関しては前の井川はちょっと弱いというところですね。まあ、その辺を補ってきたのが今回の力の井川といったような感じですかね。まあ、ただ曽我の人は、まあ、曽我くんとも前の井川の方がやっぱりね、こうどうなんだろうな、前の井川と今回の井川も、まあ、良し悪しが全然違うんでそこは非常に悩ましいところですね。はい、はい、というわけで、以上いろいろ比較見ていきました。はい、以上いろいろ比較も見ていきました。まあ、とりあえず今回の、選手たちのポイントとしましては絆がダブルでついてて、まあ、それが非常にこうなんか、その
デッキの人たち、まあ、そういう力日本であれば力日本とかで、あの早野日本であれば早野日本とか、まあ、そういう人にとって、まあ、結構あのちょうどいい絆になってるっていうところが、まあ、一つポイントなのかなと思います。まあ、アルゼンチン選手2人っていうのはまあどうなのかなと思いますけども、ハヤパに関して言うと、まあ、確かに、まあ、即属性3人とかブラジル2人とかっていうのはちょっと入れやすいっちゃ入れやすいなというふうに思っちゃいましたね。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ参考にしていただいて、まあ、今回のドリコレ、ね、いろいろ考えていただければと思います。いつもご視聴ありがとうございます。それでは。